ビリー・ブラントは、ドイツ連邦共和国の政治家、第四大連邦首相、ドイツ社会民主党党首、リューベック出身。労働者の家庭に生まれ、第二次大戦前に、ドイツ社会民主党に所属し、その後に党を離れたが反ナチス活動で、ノルウェーに逃れる。戦後は、西ドイツの社会民主党に戻り、西ベルリン市長となって、1958年の、ベルリン危機。 1961年のベルリンの壁の建設に対処し、1964年に社会民主党党首となった。1966年にキリスト教民主同盟との大連立内閣を組んで、キー・ジンガー内閣で外相となり、1969年秋に自由民主党と連立内閣を組み、戦後初の社会民主党党首として首相に就任した。在任中は、 積極的な東方外交を展開して、東西の緊張緩和を進め、東ドイツとも、基本条約を結んで両ドイツ間の懸案を少しずつ、解決していくことを示した。1971年、ノーベル平和賞を受賞したが、1974年に、秘書のギュンター・ギオームが、東ドイツ国家保安省の潜入させていたスパイと、発覚したにより、首相を辞任した。 後に、社会主義インターナショナル議長を務めた。ビリー・ブラントの追い立ちはかなり複雑で、私政治であることから、性的の攻撃を受けることが多かった。1961年夏のベルリンの壁建設の、時も当時のアデナウアー首相に選挙演説で、出生のことを揶揄されたりしたが、ブラントは、一切ごまかそうとせず、えって周囲の評価を高めた。本名は、 ヘルベルト・エルンスト・カール・フラームで、1913年12月18日、リューベックで生まれ、父は、ヨーン・メラー。母は、マルタ・フラームであった。2日後に、リューベックの出生登録簿に生まれた男子の名前と、母のみの登録がされ、婚外子であった。教会も死生児には冷たく、近所のルター派教会は、 死生児であることを理由に洗礼を授けることを拒んだため、母マルタ・フラームは1914年2月26日、市内の離れた場所にある、同じルター派の聖ローレンツ教会に幼子を連れて行き、ブラントはここで洗礼を受けた。母マルタ・フラームの父は、ルートビヒハインリヒカール・フラームで、母は、ビルヘルミーネ・エーベルトであったが、この、 ブラントの母方の祖母はブラントが生まれる数週間前に亡くなった。そして母マルタは祖父ルートビッヒの実子ではなくビルヘルミーネが未婚児に生まれた娘であった。しかしルートビッヒは父親としてマルタを育て、そしてマルタが生んだブラントの父親代わりとなって幼少期にはパパと呼ばれ、ブラントの高校卒業証書でも父親と記入されていた。 やがて第一次世界大戦で、祖父ルートビッヒは徴兵で戦線に赴き、4年後の大戦の終わりで戻り、1919年に10歳年下のドロテア・シュタールマンと再婚した。そして母マルタの方も息子を養うため厳しく働かねばならなかった。そして1926年に左官職人頭のエミール・クールマンと結婚した。 この時マルタは32歳でブラントは13歳であった。母はマルタクールマンとなり、やがてイフテイ・ギュンタークールマンが生まれている。母マルタはあまり気張らない質で自然に愛着を持ち教養を渇望していたとされ、太り気味だが活発であったとブラントは後に語っている。1969年8月に75歳で亡くなったが、これはブラントが、 首相に就任する2ヶ月前であった。そして父、ヨーン・メラーについて、ブラント自身が、本当の父親を知ったのは、戦後になってからで、母、マルタに思い切って、手紙で問い合わせたときに、母から送ってきたメモ用紙に書いていた名前が、ヨーン・メラーであった。1949年5月に、生命変更の申請手続きをしたときに、ブラントはこの名前を、 父親ランに記入している。そして1961年6月に当時西ベルリン市長として東西対立の狭間で苦悩していた時期にゲルト・アンドレランクという人物から手紙が来てジップの消息を知った。ジップは第一次世界大戦で記憶能力が損なわれ戦後は会計係として働き1958年にハンブルクで亡くなっていた。そして 波外れた深い人間味の持ち主で、周囲の人々に強い印象を与える品格の持ち主であり、穏やかで円満で資料深い人であったという。ブラントは父親についてほとんど何も語らず、75歳になって書いた回想録で初めてこのことを明らかにした。育ての親でもある母方の祖父、ルートビヒハインリヒカール・フラームはいろいろと面倒を見てくれたが、 必ずしも父親代わりにはなれなかった。しかし、第一次大戦から帰還した祖父がいることで、行動や指針の面で頼りになる男性を身近に持って、6歳以降に、ブラントは成長していく。そして、祖父ルートビッヒは、トラック運転手として働き、ブラント少年に、和やかな子供時代を過ごさせ、社会主義的な労働運動への道に導き、 専門の養成教育が受けられるようにして、その性格形成に大きく関わった一人である。ブラントは、セイローレンツ少年中等学校で7年間通い、1927年に、レアールシューレに1年間学び、その後大学進学を目指すレアールギムナージウムへと、進んだ。1920年代に労働者の指定で、高等教育機関に進学できるのは、 ほんのわずかな数であった。1932年2月26日に、高等学校課程の修了試験、アビトゥア試験に合格し、州の評価を受けた。しかしブラントは、高校生の時には政治に参加していた。祖父ルートビッヒが、ドイツ社会民主党党員で、市議会議員選挙にも出馬したことがあり、ブラントは労働者スポーツの子供クラブに入り、その後労働者、 マンドリンクラブに入り、そして14歳で自分の居場所を社会主義の青年運動に乱し、やがて社会主義労働者青少年団に入った。これはワンダーフォーゲルとボーイスカウトをミックスしたような団体であったと後にブラント自身が語っていたが、生涯を通してそうした青年運動が自分にとって連帯の体験。 家庭の代用をそして個人的な能力テストの基盤として大きな意味を持っていたと述べて自然やキャンプ生活野外のキャンプファイヤーで歌うのが好きな青年であったそして16歳の時1929年8月27日にリューベックの社会民主党を機関し民衆の死者に記事を寄稿し翌1930年に17歳で ドイツ社会民主党に入党する。学校に通う間も地元機関紙に繰り返し寄稿し、その編集長であるユリウス・レイバーの影響を受けた。だが少年時代から急進左派に属していたブラントは、1931年10月に、レイバーや社会民主党と決別し、 ドイツ社会主義労働者等に入党したことで、レーバーの世話で受けるはずだったスピードの奨学金が受け取れなくなったため、ブラントは大学進学を諦めて地元の造船所で働いた。そして地元の機関誌、民衆の死者の編集からも1931年10月に去っている。ただこの民衆の死者の編集は若い彼にとって理想的な職業訓練の場となった。 この民衆の死者編集部の同僚は後に、この若い社会主義者は、関係の反応を意に介さず、自分の考えを、はっきりと述べる勇気と、率直な姿勢に少なからぬ人たちが感銘を受けて、目立つ存在であった。と語っている。1933年1月30日に、ナチス政権が誕生し、2月27日に、国会議事堂が炎上し、 共産党も社会民主党もドイツ社会主義労働者党も活動が禁止され、党指導者も回答方針を出したが、党員の一部は反発して3月11日にドレスデンで秘密裏に集まり党の存続を決め、党事務所をノルウェーのオスロに置くこととし、その事務所の責任者を決めたが直後に逮捕されたため、この時まだ20歳前であったブラントを責任者として、 オスロに送り込むことになった。1933年4月1日から2日にかけて、ブラントは、リューベック北方20キロの港から船でドイツを離れて、まず、デンマークに向かった。身に着けていたものは、下着数枚と、資本論第一巻と祖父がくれた100マルクの現金であった。祖父ルートビッヒとは、これが永遠の別れとなった。 そして一歳下の女性ゲルトルート・マイヤーが彼を追っていた。オスロでの党活動デンマークに到着後コペンハーゲンで数日滞在した後にノルウェーのオスロに向かった。そしてオスロで党組織再建のための活動に従事し遅れてこの1933年夏にゲルトルート・マイヤーがオスロに来て二人は一緒に住むことになった。このゲルトルート・マイヤーは その3年後の1936年2月に、ノルウェー人、グナルガースラントと偽装結婚して、ノルウェーの国籍を取得して、以降ドイツへの連絡役を無難にこなした。このブラントとゲルトルート・マイヤーは1939年春まで、一緒にいたが、結婚はしなかった。そして名目上の夫であるグナルガースラントは、ブラントを支援し仲間として、旅行や、 スポーツなどの活動に積極的に参加し、そして1936年に危険なベルリンへの潜入のために偽造パスポートに自分の名前を使わせてくれた人物であった。ブラントはまたこのオスロ仲間の一人から警察の追求を避けるためにオスロ大学に席を置くことを勧められて学籍登録して歴史学を専攻した。そしてこのオスロ大学で アンナ・カルロータ・トルキルゼンというノルウェー人女性と知り合った。ブラントのオスロでの任務はドイツ社会主義労働者党のノルウェー海外事務所を設立し、同時に外国における党の青年同盟の活動をコーディネートすることであった。そして彼の接衝相手はノルウェー労働党であり、この党はブラントを経済的支援をして、またブラントが、 警察の手で故国へ送還されるのを防いでくれた。ただ当時のオスロのドイツ外交部には、フラーンという名のアジテーターが登場しているという1933年8月9日付のメモがあった。ノルウェーでの滞在許可が降りた時に、政治的活動はしないとの条件が付けられていたが、ブラントはそれに従うつもりはなく、1933年4月11日付の ノルウェー労働党の機関紙に気候記事を書き始め、様々なペンネームを使って、やがてオスロに集まった亡命者のための新聞の活動を展開して、このオスロにいる時代にジャーナリストとして活躍していった。そしてこの時にビリー・ブラントを名乗り、やがてオランダやフランスのパリ、ベルギーそして元のドイツのベルリンを訪ね、ベルリン滞在中はノルウェー人になりきり、 ノルウェー語なまりのドイツ語を話していた。1936年のクリスマス直前にブラントはベルリンを去ってチェコスロバキアを訪ね、ここでユダヤ系オーストリア人ブルーノ・クライスキーと知り合った。その後ポーランドを経てオスロに戻ったが、すぐにドイツ社会主義労働者党指導部からバルセロナに行き、スペイン内戦の状況についての報告を求められて、 1937年2月にスペインに向かい、そしてこのスペイン内戦の取材活動を行った。ここでブラントは左翼陣営内の争いを見てコミンテルンの応募を知り、それは後々まで忘れることはなかった。1937年6月にスペインを離れパリに到着し、ドイツ社会主義労働者党指導部の拡大会議に出席して、 スペイン内戦の報告を行った際に、己に同質化しようとしない、あらゆる勢力を殲滅しようとするコミンテルンを非難し、国際的な労働運動は、コミンテルンのその種の攻撃を防ぐ必要があると述べて、インチキな手段、下品な中傷、虚偽、テロルという手段を阻止しなければならないと述べた。このスペイン内戦で、ブラントが、スターリン主義の共産主義相手に舐めた経験は、 社会民主主義でも急進派であったブラントを主流派に再び接近する重要なインパクトとなった。また、ブラントのその後の政治的な経歴にとって決定的な部分となったのはノルウェー労働党であった。早くにコミンテルンから離れ1939年までに路線転換して改革政策で労働者階級の利害と要望に答え成果を上げていることを ブラントは学んだ。国籍剥奪1938年9月に、ナチスドイツは51名の国籍剥奪者リストを発表し、その中に、フラーム、ヘルベルト・エルンスト・カール1918年12月18日、生まれ、リューベックという記述があった。この前年5月に、パリのドイツ大使館に、 ヘルベルト・フラー無謀なる者がフランスと北の国々との間を亡命者組織のための伝令役として行き来しているとのメモが届いていたが間もなくこの人物がビリー・ブラントと同一人物であることを掴んでいた。ブラントにとってノルウェーに国籍の取得申請をするしか選択肢はなかった。そして彼はここでノルウェー国籍を取得する。 この時に、オスロ大学で知り合ったアンナ・カルロータ・トルキルゼンと、再会し彼女も力づけてくれた。ブラントよりも10歳年上の彼女は、ノルウェー人の父とドイツ人の母の間に、ケルンで生まれ、知的で、文学的な興味の持ち主でこの時は、オスロの比較文化研究所で秘書として働いていた。第二次大戦勃発翌1939年8月24日に、 ブラントは信じられない思いで、独ソ不可侵条約が締結されたことを知った。スターリンとヒトラーが手を結んだことで、ブラントは、ヤーコブ・バルヒャー党首に手紙を送り、今や革命勢力としてのソビエトをヒトラーと並ぶ、第一級の反動勢力と避難し、スターリンを過大に評価することの危険性を述べて、ソ連で起こっていることは恐るべきことだ。 と書いて国内における地の粛清にも触れて、社会主義はまにその名に値する政策を実行しようと、するなら、自由と、デモクラシーに基づくものでなければならないと述べた。これが、民主主義的社会主義という理念を誕生させ、20年後の1959年に、ドイツ社会民主党が、それまでの階級政党から、大衆政党に、 路線転換したゴーデスベルク綱領を採択した。ブラントは1986年に、社会主義はデモクラシーによってのみ実現されるものであり、デモクラシーは社会主義によって実現するのだと語っている。そのほぼ一週間後に、ナチスドイツはポーランドに侵入し、英仏両国は戦線布告し、第二次大戦が始まった。そして、ソ連も東からポーランドに侵入した。 スウェーデンに亡命そして翌1940年4月8日にカルロータから妊娠を打ち明けられ、また初めてノルウェーで次長を観光したその日の次の早朝、ドイツ軍がノルウェーとデンマークに進行した。ノルウェーがドイツ軍に占領された時、ブラントは捕虜になるが、ノルウェー軍の軍服を着て正体がバレずに6月には釈放されてスウェーデンに向かった。 しばらくしてまた、もう一度オスロに戻るが1941年の初めに、ストックホルムに滞在し、5月にオスロからスウェーデンに来たカルロータと結婚した。この時に彼が所持していた身分証明書は、本来のフラームの名前であったので、カルロータとフラームのせいで、ストックホルムで暮らし、同年10月30日に女の子を出産して、ニーニャと名付けた。 しかしカルロータとの結婚生活はわずか2年で破局で終わった。スウェーデンは中立国の立場であったが公安警察はたびたびブラントを逮捕、拘留した。ただロンドンに移ったノルウェーの亡命政府が彼の国民証明書を交付して、スウェーデンでは彼はノルウェー人として認められて国内での活動は比較的自由にできて、 ジャーナリストとして記事を書き、4冊の著書も書いた。1941年6月22日にドイツは突然ソ連を吸収し、ドイツ人亡命者の状況も根本的に変化した。そしてこの当時の中立国の首都ストックホルムは、世界各国の秘密情報機関の暗躍の場であり、ブラントは、ノルウェーの友人からの情報を、ソ連。 イギリス、アメリカの情報機関に情報提供したりしていた。1941年10月9日にブラントは亡命スピードに加入することを明らかにした。この時にアメリカに亡命していたドイツ社会主義労働者等のメンバーは驚き、当主のヤーコップ・バルヒャーも面目を潰されるような一撃と受け取った。この亡命先でユダヤ系オーストリア人。 ブルーノ・クライスキーと再会し、彼とは1942年9月に民主主義的社会主義者たちの国際的グループという国際的な集まりのサークルに一緒に参加している。このグループからは戦後に他の国で大臣、議員、外交官として活躍した人もいて、そのうちビリー・ブラントとブルーノ・クライスキーはほぼ同時期に西ドイツとオーストリアの首相を務めている。 この二人は、終生の友となった。1943年のブラントの30歳の誕生日の折に、ノルウェー人のルートベルガウストという既婚女性と知り合った。ブラントより8歳年下で、ストックホルムのノルウェー大使館の報道部門に、勤めていて、どちらも既婚であったが、1944年夏頃には、頻繁に会う仲となった。 1945年4月30日、ヒトラーが自殺して5月8日にナチスドイツは無条件降伏した。ドイツ自身の未来はまだ何もわからない状態であった。終戦後の1945年11月、ノルウェー神の記者としてニュルンベルク裁判を取材するため9年ぶりにドイツに帰国し、そして母マルタ、ケイフ、エミール、 イフテイ・ギュンターと再会した。ニュルンベルク裁判では、占領軍政府の指示で、ノルウェー軍の制服を着て取材し、やがて、オスロ時代の同志で後に、ノルウェーの外相となるハルバルト・ランゲの圧戦で1947年に1月17日に、ベルリン中流ノルウェー軍事施設団の、報道担当官の職に就いた。しかしこうした立場では、 故郷ドイツの政治に働きかけをすることはできない、認識して、同年11月に軍事施設団を辞した。ベルリンスピード1945年5月8日の無条件降伏後のドイツでは、6月11日にドイツ共産党がソ連占領地区で創設され、6月15日にドイツ社会民主党も新たに創立していた。共産党には、 ビルヘルム・ピークとバルター・ウルブリヒトが指導者として登場し決定的役割を果たした。社会民主党は当座の指導部として中央委員会が設けられ、そのスポークスマンとしてオット・グローテボールが務めた。この他に6月26日にキリスト教民主同盟、7月5日には自由民主党が結成されて、 これらドイツの伝統的政党が復活した7月に、ベルリンで4党で、反ファシズム民主諸政党統一戦線をもとにして、人事、教育、警察のポストに、必ず共産党員がついていたが、格闘平等に行政を担当した。しかし、それから1年も経たない1946年春に、ソ連は、共産党と当時ベルリンで最も有力であった。 社会民主党とを統一させて4月21日に社会主義統一党が結成された。この当時社会民主党内はグローテボールが率いるベルリングループとクルトシューマッハーが率いるハノーファーグループが有力勢力であった。共産党との合併に反対であったシューマッハーはベルリンにおき説得し3月31日に共産党との合併についての全党員を対象に 特別投票が行われた。結果は、ベルリン西側地区32,547名のうち投票数23,755名で賛成は、わずか2,937名であった。東側地区はソ連が、事前に形成不利を察知して、投票を途中で打ち切り、そして共産党と社会民主党との合併を強行した。グローテボールは、 シューマッハーの反対を押し切って、スピードを KPD の側につき、社会主義統一党に参加した。1946年10月20日に、ベルリン市議会議員選挙が、すべての政党が参加して行われ、当時の有権者、約230万人の選挙結果は、スピードマイナス48.7%。48. CD-22.1%、SED-19.8% CD、LDP-9.4% であった。この初回選挙の結果、スピードのオストロースキーが市長に就任したが間もなく、SED への協力を誓った年初への署名をめぐって退職を余儀なくされ、その後任に同じスピードのエルンストロイターが選ばれたがソ連は、 拒否権を行使したため就任できなかった。ブラントにとって、このエルンストロイターはやがて、ユリウス・レーバー、ヤーコープ・バルヒャーの後の彼の政治的指南役となった。ブラントは、潜伏中の1936年に一時恩密に帰国したことを除けば、ほぼ12年ぶりに、故国への復帰であったが、彼が戻ってきた時のドイツの政治状況は、 東西の対立が鮮明になった時期であった。しかも政治家としては、社会民主党を離れて、社会主義労働者党に加わり、社会民主主義者と共産主義者との間に位置する、社会主義左派の立場で活動し、そして亡命して展望もなく1944年に、この立場を放棄して、社会民主党に復党したことで、政治的には挫折であった。 けれどもブラントはそうした挫折をチャンスと捉え、再出発して、ベルリンへの新しい道を歩み始めた。そしてこの時のドイツ社会民主党は、クルトシューマッハが、党首に選ばれて、再建途上であったが、社会主義労働者党のヤーコープ・バルヒャー党首が、この頃には東ドイツに行ったことで、社会民主党内ではブラントを共産主義者と見る。 活動家がいて、彼の副党に反対する党員は多かった。しかしブラントは副党主、エーリッヒ・オレンハウアーの推挙で1948年2月1日に、ベルリンの連合国占領軍との連絡員となった。この後に、ドイツ社会民主党員として、戦後の政治活動が始まったが、第二次世界大戦中に、国外亡命していた事実、社会民主党を離れて、 社会主義労働者党に移り、その時の指導者、ヤーコープ・バルヒャーが戦後東ドイツの社会主義統一党に移ったこと、ナチスからノルウェーを逃れる際に、ノルウェーの軍服を着たこと、そしてニュルンベルク裁判で、ノルウェー軍の制服を着て、軍事施設団に加わったこと、そして私生児であることなどが、後に性的に攻撃されることになる。国籍復活、再婚。 解明ビリーとルート夫人牛生活では、最初の結婚相手のカルロータと娘ニーニャは、オスロに住み、恋人となったルートベルガウスともオススロに住んでいて、彼は、ベルリンで一人暮らしであったが、手紙を、この三人にずっと送り続け、結局この三人の女性たちとは、生涯にわたって、連絡を取り合った。ブラントにとってノルウェーは、第二の故郷であり、カルロータとニーニャ。 そしてルートとはノルウェー語で会話していた。1947年の春にルートベルガウストがベルリンにやってきて1948年9月4日に彼女と再婚し、数週間後の10月4日に長男ペーターが生まれた。この時はまだルートフラーム、ペーターフラームの名であった。1948年7月1日にリューベック市を管轄する。 シュレースビヒホルシュタイン州から国籍復活の証明書を得て1949年5月に生命の変更申請を出した。そして同年8月2日に認可されてこの時にヘルベルト・エルンスト・カール・フラームからビリー・ブラントに正式に名前が変わった。ブラントがドイツ社会民主党に戻り故郷のシュレースビヒホルシュタイン州の 連邦議会議員候補になることを断って、ベルリンで活動を始めた頃は、ベルリンスピードでは、フランツノイマンとエルンストロイターとが党内で対立し、ブラントは、ロイターの側に立っていた。1949年8月に、ベルリン市議会で、ドイツ連邦共和国議会における初めての、ベルリン代表議員の一人に選ばれた。同じ年に、 ベルリンのビルマースドルフ支部の支部長となり、翌1950年には、西ベルリン市議会議員にも当選する。この当時は、彼の党内での基盤は、まだ弱く、党内でのポスト争いで敗北を続けた、1952年4月の、社会民主党の衆委員長の選挙では193対63で敗れ、2年後も、再度敗れて、副委員長に収まっている。 ベルリン市議会でのスピードは1950年12月の選挙で20%の票を失い、1954年12月の選挙でも票を伸ばすことはできなかった。しかし、それでも市議会では最大多数を占め、CD と連立を組んで市議会議長のポストを取っていた。そして1955年1月に市議会議長にブラントが決まった。 この頃には、西ベルリン市長、エルンストロイターが死去して、ブラントは、政治的に頭角を表し始めていた。アデナウアー首相就任アデナウアー初代、首相東西冷戦の最中、戦後ドイツでは、東西ドイツに分裂して、1949年5月に、建国した西ドイツは、同年8月14日に、最初の連邦議会選挙を行い、社会民主党は、 得票率では693万票131議席を得て第一党となったものの、キリスト教民主同盟は、バイエルンの姉妹党であるキリスト教社会同盟へと、合わせて736万票139議席を取った。そして 11.9%52 議席の自由民主党と 4%17 議席のドイツ党と、連立を組み、9月15日に、 ボンで開かれた第一回連邦議会での首相選出投票で社会民主党のクルトシューマッハー党首を僅差で破ってコンラート・アデナウアーがドイツ連邦共和国初代首相となった。そしてアデナウアーは首相を辞任する1963年まで一貫して西ドイツと西側諸国との連携を目指した。キリスト教社会同盟は 戦前のバイエルン国民党に発し、戦後はバイエルン州の地域政党として誕生した政党で、キリスト教民主同盟とは、組織的には別々の政党だが議会においては、統一行動を取るため、CD、CSU と表記されている。この CD、CSU 連合は、第2回連邦議会選挙以降、概ね40%台の支持を得て、 自由民主党などとの連立内閣を組織し、1969から1982年、及び1998から2005年の社会、民主党政権時代を除いて長期にわたって、政権を担当した。1950年6月の朝鮮戦争の勃発で、アメリカは、東西の緊張が高まった、ヨーロッパの状況から、 英仏と共に西ドイツを再軍備させて東側陣営と対峙させることを狙い欧州防衛共同体の設立を提案した。アデナウアー首相はドイツ分断が固定化されるリスクがあることを認識しながらも他の西側諸国との対等な立場を目指して参加の意思を表明した。 この防衛共同体構想はフランスが議会での条約批准に失敗したため頓んざしたが、西側との協調路線で、特にフランスと緊密な関係を築き、経済政策や社会政策の分野でもかなりの成果を上げた。1952年に欧州石炭鉄鋼共同体に加盟し、西ヨーロッパに限定した欧州統合の動きに、 対応してやがて、欧州経済共同体条約と欧州原子力共同体条約に調印し、西洋の経済統合が加速して、西ドイツ経済の復興を促進させた。一方で軍事面では1955年に北大西洋条約機構に加盟して、同時に西ドイツの主権を制約していた占領規約が解消され、主権国家としての地位が、ほぼ回復した。 東西冷戦で西ドイツは西側の軍事同盟に参加することで主権回復と再軍備を果たすことになった。そしてアデナウアーは西側共同体の一部としてやがて米ソ間の緊張緩和が達成されてヨーロッパの再統合を通してドイツの再統一が可能となると考えていた。ゆえに1952年3月にソ連のスターリン首相からの ドイツを再統一し、中立化、非武装化、非町化して、すべての占領軍は撤退するとの提案を一周した。社会民主党のテーマへこの間社会民主党は、野党として、これらの政策に反対して、特に西側諸国との連携そして統合については、ドイツの再統一を難しくするものとして批判した。社会民主党のシューマッハ党首も、反共主義者であったが、 ドイツ再統一の可能性を必要に追求していた。そして、公認のエーリッヒ・オレンハウアーも、再統一を最重要課題に掲げ東西分断の固定化につながるアデナウアーの西側統合路線に抵抗した。しかし西ベルリン市長となったブラントは、このような党内主流の考えには組みしなかった。自ら西ベルリンを指揮する立場から見れば、自由な西ベルリンの維持は、 西側列強の支援なしには不可能であり、それはすなわち西側共同体、あるいは西側軍事同盟としっかり結びつくことが必要であり、自由な世界の防衛に積極的に参加することを意味していた。この1950年代に社会民主党は低迷を余儀なくされた。そして1953年6月17日のベルリン暴動で、 西ドイツ内では、西側諸国との強固な同盟関係を望んでいた、人々にとっては自分たちの考えが実証されたと感じ、西ベルリンのスピード内のエルンストロイターのグループも同じであり、ロイターの死後にブラントとその周囲もますます強くそう、思うようになった。1953年の第2回連邦議会選挙で、 得票率28.2%と低迷し、党員も1950年の68万人が58万人に減少した。1956年11月にハンガリー動乱が起こり、まだベルリン暴動の記憶が生々しい西ベルリンでは、シェーネベルクの市庁舎前広場で抗議集会が開かれた際に月光した市民がブランデンブルク門に向かったことで、ブラントは、 一触即発の事態を回避するために、車の上からの呼びかけて、デモ隊をうまく西地区の記念碑に誘導して、ドイツ国家を抵抗心を込めて、歌おうと呼びかけて、事態を沈静化させた。このことでブラントは、ベルリニ市民の心に残った。だが、ハンガリードーランで再統一の可能性は薄らぎ、社会民主党は、訴える力を失い、1957年の、 第3回連邦議会選挙で 31.8%169 議席に上昇したが、キリスト教民主同盟と社会同盟が 50.2%270 議席で過半数を許した。しかしベルリンでは、エルンストロイターの後継者であったオットーズール市長が死去して臨時の州党大会で、ベルリンスピードは賛成223。 反対26でブラントを市長候補に押し、10月3日にブラントはベルリン市長に当選した。また、翌年1月にそれまで2度敗れていた社会民主党の衆院委員長の選挙で163対124で勝ってベルリンスピードのトップとなり、党内のライバルであったフランツノイマンとの争いに決着がついた。 西ベルリン市長には1950年から1953年に亡くなるまでスピードのエルンストロイターが務め、一人置いて1955年から1957年に同じく亡くなるまでスピードのオットーズールが務めた後に、ブラントはその後任として西ベルリン市長となった。同時に同年11月から1年間各州から任命された。 州政府の構成員で立法に携わる連邦参議院議長も務めている。フルシチョフのベルリン非武装自由都市宣言そして1958年11月27日にソ連のフルシチョフ首相がベルリンに関する4カ国協定の破棄と西ベルリンから西側軍隊の撤退、そしてベルリンの非武装化と自由都市を要求した。 ブラントは即日この要求を却下した。この直後の西ベルリン市議会選挙で、スピードは52.6%の得票を得たが、惨敗した、シーディと西ベルリン市で大連立を組んだ。ブラントは、ベルリン市民から評価される存在となった。そしてそれは、彼が、社会民主党の新しい希望の星となったことでも、あった。 1958年12月14日にパリで開かれた北大西洋条約機構の理事会の席でベルリンの状況に関して報告を行い流暢な英語を駆使したこの演説でベルリン市長は国際的な評価を得てその名声と地位を確かなものとなった。社会民主党の転換一方、ボンの中央政界では社会民主党は 核武装反対運動を展開し、外国軍の撤兵を求めたが、労働総同盟はゼネストを打てずに孤立していった。国内が繁栄し始めると、西ドイツ国民は、ドイツ再統一やイデオロギー論争よりも、経済的豊かさと、私生活の充足に関心が移っていた。1952年に、シューマッハーの死後に、社会民主党を率いていたエリッヒオレンハウアー、 当主は1957年にそれまで反対していた欧州経済共同体と欧州原子力共同体に関する条約に賛成する姿勢に転じ1958年5月のシュトゥットガルトの党大会で社会民主党の執行部を刷新してブラントは執行部入りを果たしたそしてついに社会民主党は1959年11月15日に バート・ゴーデスベルクで開かれた党大会で新しい綱領を採択して、決闘以来のマルクス主義を否定して、階級政党から国民政党への転換を宣言し、経済政策についても可能な限りの自由競争、必要な限りの計画化として、市場経済を承認し、様々な思想信条からなる。 人々の共同体として自由な精神の党として生まれ変わっていった。さらに、翌1960年には西欧、西側世界との協調、自国の安全保障の重視を明確にして、西ドイツの北、大西洋条約機構加盟と徴兵制を認めた。そしてこの党の刷新を象徴するように11月の党大会でブラントは、社会民主党の首相候補に選ばれた。 しかしこの党大会は、新旧の路線対決の場となり、ブラントを直連邦議会選挙で、社会民主党首相候補にしながら、彼の党内役職はずっと会で、執行部では22番目の地位にしてしまった。オレンハワー党首と大議員の多数は、外交政策と安全保障政策で、政権党の路線に追随するものとして、 対決よりも協調を重視する路線を好まなかった。この時、ブラントはあくまで選挙専用の首相候補者に過ぎなかった。この連邦議会選挙における首相候補というのは、西ドイツにおいて、選挙時に、あらかじめ政党は選挙後の首相指名投票で誰を指名するかを明示するもので、必ずしも党首が首相候補者になるとは限らないものであった。 ベルリンの壁建設1961年3月13日、ホワイトハウスでのケネディ米大統領とブラント1958年のフルシチョフのベルリン自由都市宣言は結局西側に無視される形で終わった。しかし、西側諸国はベルリン問題が東西対立の火種になることを恐れていた。だが、 妥協も許されず、西ベルリンの権利は必ず守り切らねばならなかった。1961年1月に、アメリカ大統領に就任したジョン F ・ F ケネディも、アメリカの立場は、西側ジミエにあって、西側諸国を守ることで自由を脅かす何者にも、屈しないと決意していた。しかし、アデナウアー首相は、ケネディ大統領に対して、疑念を持っていた。 西ベルリン問題について、西ドイツとの相談もなく、米ソ間の取引材料に使われることを懸念していたし、ケネディ大統領の就任演説や、年頭教書演説がベルリンに触れていなかったことが取り沙汰されていた。そして、アメリカが確固とした姿勢を堅持する決意の程を試す、機会を伺うことになると予測していた。3月に、西ベルリン市長、 ビリー・ブラントのホワイトハウス訪問を受けたのも、どんなコストを支払っても西ベルリンを支持するアメリカの決意を世界に示す機会であるとラスク国務長官の進言から実現された。しかし、就任早々に同盟国の元首及び首相クラスの受け入れはあっても、いきなり首長を受け入れるのは外交監修に反していて、アデナウアー首相は不快感を隠さなかった。 ブラントはケネディに、フルシチョフが、西側の決意を試すために行動に出ると予測され、それは10月のソ連共産党大会までに、起こすだろうと述べた。そして西ベルリンは自由世界の窓だとして、東ドイツの人々の希望を生かし続ける窓であり、西ベルリンがなくなれば、この希望は死にますと語った。ケネディは3年前のフルシチョフ提案を明確に拒否して、 ブラントを安心させた。しかし3ヶ月後の6月に、ウィーンで、米ソ首脳会談が行われ、ケネディ大統領に、フルシチョフ首相は再びこの問題を持ち出して、ベルリン問題の解決策として、米英仏祖の戦勝を4カ国が東ドイツと、平和条約を6ヶ月以内に結んで、占領統治を終わらせて、戦後処理を行い、ベルリンを自由都市とするとして、応じなければ、 ソ連が単独で東ドイツと平和条約を結んで西側三カ国の西ベルリンの駐留権と通行権は執行すると述べた。しかもケネディが拒否すると戦争も辞さない強硬な姿勢を見せてアメリカ側を驚かせた。ケネディは西ベルリンを守りきる決意を示してこの会談は物別れに終わった。東西に分かれたベルリンは 戦後東から西への流出者が増加し、1960年には約20万人が西へ逃れ、1961年7月の1ヶ月間だけで3万人が東ドイツを離れていた。危機感を募らせた、社会主義統一党のウルブリヒトはフルシチョフに西ベルリンの封鎖を混成してフルシチョフは決断を下した。 1961年8月12日深夜から13日にかけて東ドイツが突然東西ベルリンの境界線近くに壁を建設し東西ベルリン間の市民の往来は不可能となったこの時西ベルリン市長ウィリー・ブラントは社会民主党の首相候補者でもあり9月17日に総選挙が行われるのでその選挙遊説で バイエルン州ニュルンベルクに出かけ、その夜には夜行列車でキールに向かっていた。夜行の閉じの13日午前4時、途中のハノーファーに連絡が入り、午前5時にハノーファーで夜行列車から急遽降りてタクシーに乗り空港に向かい、飛行機で西ベルリンに戻ったブラントはすぐに壁の建設現場に駆けつけた。それまで何度かの危機でも頭は冷めていたのだが、 今度ばかりは冷静、沈着でいられなかった。何千、何万という家族が引き裂かれ、バラバラにされていくのを見て、怒り、絶望する以外にはなかった。と後に、自伝で述べている。彼は、ソ連の、突然の措置にも西側同盟国の対応姿勢にも、ひどくショックを受けた。しかもブラントは、その対応にも苦慮した。壁の前のブランデンブルクモン。 左側が東側で、右側が西側である。同じく選挙優先していたアデナウアン首相はすぐに西ベルリンに行かず、それどころかブラントの出生に絡む問題を取り上げて、個人攻撃をして、西ドイツ国民から品縮を買っていた。アメリカのケネディ大統領はこの壁の建設を予想していて、アメリカ軍部隊1600人を西ベルリンに派遣する。 自意的な行動をとったがそれ以上の事態悪化は望まず生還するだけであった。イギリスのマクミラン首相は休暇先で趣味の狩猟をしてそこから離れなかった。フランスのドゴール大統領は一報を聞いてこれでベルリン問題は肩がつくと述べた。8月16日付の西ドイツの大衆紙ビルトは一面トップで西側何もせずという見出しを出した。 西側は、口頭での抗議するだけであった。後に有名になった、このビルト紙の見出しは、東側は、行動を起こす西側は何をするか西側は何もせず、ケネディは沈黙するマクミランは仮に行くアデナウアーは、ブラントを罵るであった。米英仏にとっては、ベルリンの壁は、境界線上に作られたものでなく、東側に入ったところに作られたものであくまで、 東側の中での行動であり、米英物の西ベルリンでの中流圏及び、アクセス圏が侵されず確保される限り、軍事行動に出る理由はなかった。むしろ東から西への流出が続く事態は、東西の安定を損なう不確定要素であり、壁建設で東側の安定化に向かうことは、今後の東西関係を好転させる機会でもあると考えていた。 この問題で、軍事行動を選択し自国の青年の生命を危険にさらすことは、つい16年前までは敵国であった。ドイツの首都ベルリンであるがゆえに、ケネディもマグミランも、ドゴールもその考えを持つことはなかった。事実、壁の建設以降は、ベルリン問題で、ソ連が行動を起こすことはなく、緊張状態になることもなく安定していった。 その大国の思惑と現場での混乱した雰囲気の中でブラントは苦悩していた。8月16日に視聴者前の広場で25万人の市民が集まって抗議集会が開かれ、ブラント市長は抗議の演説した。しかしまかり間違えば市民の怒りは連合国側へ向けられることも十分に予測される事態に苦渋に満ちたものであった。ここで ソ連の愛眼剣ウルブリヒトは、わずかな自由裁量権を得て、不正義の体制を強化した。我々は、東側の同胞の重荷を背負うことはできません。しかしこの絶望的な時間において、彼らと共に立ち上がる、決意のあることを示すことでのみ、彼らを援助できる。として、アメリカに対して、ベルリンは言葉以上のものを期待します。政治的行動に期待しています。と述べた。 ブラントはケネディに書簡を送ったことも明らかにした。ベルリン市民の前で演説するケネディ2年後の1963年6月にアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディが西ベルリンを訪問してブラント市長と会談し、市長者前のシェーネベルク広場で30万人のベルリン市民が熱狂する中で演説を行い、イヒビンアインベルリーナーと述べた。この前年秋に キューバ危機で海上封鎖を行い、フルシチョフとのやりとりで冷静に危機を収束させて、ソ連のミサイル基地撤去を勝ち取った、ケネディの性望は高く、多くのベルリン市民を熱狂させた。そしてこれまでギクシャクした関係であった、西ドイツやベルリンとの関係も修復し、双方に深い印象を残した。この5ヶ月後のケネディ大統領暗殺事件でブラントは、 ワシントンでの国葬に参列し、彼が演説したシェーネーベルク広場をジョン F ケネディ広場と解消した。この後にベルリンの壁は多くの犠牲者を出しながら西側の冷静な対応で沈静化し、そして東西冷戦の最前線に立つブラントの姿は彼の個人的人気を高めた。しかし、 ベルリンの壁を越えようとして命を落としたベルリン市民は1989年11月の崩壊までに200人を超えた。アデナウアーの引退1961年の連邦議会選挙時に街角に林立した選挙ポスター。ブラントとアデナウアー社会民主党内でのブラントの性望も高まり、 初めて社会民主党の連邦首相候補となった1961年9月17日の連邦議会選挙でキリスト教民主同盟の首相候補で現職のコンラート・アデナウアーから死政治であることや亡命の経歴を攻撃されたがこの選挙で社会民主党はほぼ5%の票数増と13名の議席増で 36.2%190 議席の得票で躍進した しかし結局キリスト教民主同盟もキリスト教社会同盟と合わせて 45.3%242 議席の得票で自由民主党 12.8%67 議席との連立に成功しブラントの政権奪取はならなかったこの時にアデナウア首相はそれまでの強引な政治姿勢で連立与党の自由民主党との祖語を生んで一時連立から 離れ、キリスト教民主同盟内で事故の後継者問題をめぐって党内に波紋を引き起こし、しかも、ベルリンの壁の建設で再統一の現実味を失い、直後の行動で貧縮を買って、単独か半数を確保できなかったことで、自由民主党との連立交渉が難航して、自身が会期末までに首相を辞任する約束をすることで、政権を継続させた。 そして1963年10月にアデナウアーは連邦首相を辞任し、経済省であったルートビヒエアハルトが第2代の連邦首相に就任した。そして、ブラントは1962年に副党首となり、1964年2月の臨時党大会で投票総数324のうち314票を得て、社会民主党党首に就任した。 この間に1963年2月の市議会議員選挙でベルリンスピードは61.8%の得票で躍進した。だが1965年9月の第5回連邦議会選挙で社会民主党は3%の票数増で 39.9%202 議席を得たが、 キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟も 47.6%245 議席を獲得して 9.5%49 議席を得た自由民主党との連立政権を維持した。ブラントは首相候補となってから2度目の敗北を喫した。選挙後の記者会見で自分は社会民主党党首とベルリン市長は続けるが4年後の連邦議会選挙では 首相候補にはならないと述べた。エアハルトとキー・ジンガーしかし、エアハルト政権が最初の2年間は後継期で内政に大きな混乱はなかったが、この選挙後に景気が急速に悪化し、わずか半年で失業者が10万人から67万人に増加し、戦後初の経済不況に見舞われこのため、財政状況が悪化したため、その財政の立て直し策をめぐって、 増税で予算の均衡を保とうとするエアハルト首相に対して歳出の削減に固執した連立与党の自由民主党が1966年10月に連立を離脱してルートビヒアハルト政権が打解した。選挙からわずか1年後であった。ブラントは当初は社会民主党と自由民主党との連立政権を望んでいたが、 ヘルベルト・ベーナーとヘルムート・シュミットはむしろ CD、シエシとの大連立を目指し、キー・ジンガーとウェーバーとの間で共通の政府活動の基本原則について合意して、11月26日から27日の夜明け近くにかけて、社会民主党議員団会議で、カンカンガクガクの討論を経て、自由民主党との省連立でなく大連立を実現することに決した。 そして1966年12月に、キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟と、社会民主党との連立交渉が合意に達し、大連立政権が成立し、クルトゲオルク・キー・ジンガーが第三代首相に就任し、戦後初めて社会民主党が政権に参加し、ブラントは副首相兼外相に就任した。この時に、西ベルリン市長を辞任した。 二大政党による連立政権は1960年代前半から社会民主党首脳部が描いていた構想であった。階級政党から国民政党に脱皮して政権担当能力を高めるためにキリスト教民主同盟、社会同盟との政策協議は続けられていて、キリスト教民主同盟、社会同盟もこの間に小政党である。 自由民主党に振り回されて嫌気がさしており、この際に社会民主党とで選挙制度改革を進めてイギリス流の二大政党制を目指したいという思惑もあった。また大連立政権で議会で絶対多数を確保し、紛失してきた諸問題に対処しようとする狙いもあった。左からヘルベルト・ベーナー、ブラント、ヘルムート・シュミットこのキー・ジンガー政権では、 キー・ジンガー首相は1933年から終戦までナチ党員であり、ゲアハルト・シュレーダー国防相は元ナチ党員でで1941年に脱党した人間であり、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス財務相は第二次大戦の前線将校でバイエルン州の地域政党であるキリスト教、社会同盟党首であった。一方、社会民主党から入閣したブラントとヘルベルト、 ベーナー全ドイツ問題賞は、左派社会主義者か共産主義者で亡命暮らしを経験していた。哲学者、カール・ヤスパースは、当時、内面での敵対意識が払拭されることはなく、ただを視覚しているしかない。ブラントは、囚われ人のように見えたと語っていた。大連立政権では、経済と財政の領域では一定の成果を上げたが、 激しい論議となったのは緊急事態法で、当時1968年の学生反乱で、国内の民主主義的な体制秩序内側から危険にさらされるのを防ぐ目的で立案されたもので、1968年5月に連邦議会で可決された。社会民主党議員団でも多くのメンバーが、この法案に反対したが、ヘルムートシュミットがうまくまとめた。この時期には、 かつてのブラントとノイマンではなく、ブエーナーとシュミットとブラントの三人体制が、社会民主党の中で固まりつつあった。キー・ジンガー政権の外相となったブラントは、東欧諸国との国交樹立政策を推進し、1967年1月にルーマニア、1968年1月にユーゴスラビアとの間で国交樹立に成功した。 ここまで西ドイツ外交の基本原理であったハルシュタインドクトリンはこうして破棄された。これはソ連を除いて東ドイツを認める国とは国交を開かないという原則であり、キリスト教民主同盟、社会同盟は東ドイツを正式な国家とは認めていなかった。一方、社会民主党は二つのドイツを承認しない限り、 ドイツの安全は得られないとする考え方であった。1968年のプラハの春へのソ連の武力介入で、キー・ジンガーはこれ以上の東方接近を拒否した。社会民主党とキリスト教民主、社会同盟の間の溝が広がり、その間に割り込んで、自由民主党が社会民主党の外交路線に明確な支持を与えた。1969年3月の 大統領選挙では自由民主党は、社会民主党から立候補したハイネマンを支援して、当選させた。そして1969年9月の第6回連邦議会選挙は、社会民主党が 42.7%224 議席を占めて 46.、46.1%242 議席を得たキリスト教民主同盟。 社会同盟とで 5.8%30 議席を占めた自由民主党との連立を目指した。CD、CSU はその3年前に自由民主党との連立を解消した経過があり、引き続き政権を担当するには社会民主党との大連立を継続するしか選択肢はなかった。しかし、社会民主党は2つの選択肢があった。社会民主党からすれば、 CD、死へ死ゆとの大連立は、自党よりも大きな政党のジュニアパートナーを継続することであり、州レベルではすでに自由民主党との連立政権がいくつかの州で実現しており、何よりも直近の大統領選挙で自党候補ハイネマンを自由民主党が支援して当選したことから、自由民主党との小連立の方が独自の政策を実現しやすいと考えていた。 3年前は、キリスト教民主同盟、社会同盟が大連立か、小連立かの選択があったが、1969年、秋は、社会民主党が、その選択をする立場に立っていた。結果は、社会民主党は自由民主党との連立を選び、ここに、ビリー・ブラントが第4代首相に就任して、社会民主党、自由民主党連立政権が誕生した。 連邦議会で演説する、ブラント首相1969年の連邦議会選挙で、第2党の社会民主党は、第3党の自由民主党との連立政権を誕生させ、ブラントは、戦後の西ドイツで、初のドイツ社会民主党出身の連邦首相となった。第1党のキリスト教民主同盟、社会同盟は初めてゲイヤした。そして連立を組んだ。 自由民主党のシェール党首を副首相兼外相に置き、同じ自由民主党から、ハンス・ギートリヒ・ゲンシャーを内相に置いた。そして、社会民主党からヘルムート・シュミットは、国防省に、カール・シラーを、経済省に、アレックス・メラーを、財務省に、キー・ジンガー政権で法省だったホルスト・エー向けを、連邦首相府長官に、西ベルリン首長時代からの副審・エゴンバールを、 連邦首相不士官東方問題担当に、そしてヘルベルト・ベーナーは、社会民主党議員団長になった。東方外交ブラントとビリー・シュトフ独首相、ブラントとポンピドゥフツ大統領、ドイツ連邦共和国首相に就任した、直後の1969年10月28日、初めての施政方針演説でブラントは東ドイツを国家として承認し、 対等の立場で関係改善を呼びかけるとともに、東欧諸国との友好関係樹立に向けての取り組んでいくことを明らかにした。ドイツ内に二つの国家があるとして、ドイツ民主共和国と正式にその国名で呼んで、しかし二つの国家の住民は同じ民族として一体性があるから、互いに外国ではないとして、一民族に国家と規定した。 この時の演説にはそれまでの首相が触れていたドイツ再統一の言葉が触れられていなかった。これも従来の姿勢方針に演説にはなかったことである。ここから特殊エゴンバールを交渉役にして東ドイツやソ連をはじめとする共産主義諸国との関係改善を推し進める東方外交が展開された。1969年11月にブラントは 核不拡散条約に調印して、西ドイツが核武装する可能性に対するアルシャワ条約加盟国の懸念を払拭した。そして翌12月からソビエト連邦との交渉に入った。その間の1970年3月にエアフルトで東ドイツのビリー・シュトフ首相国家評議会副議長と会談し、初の東西ドイツ首脳会談を実現した。 会談では平和や東西共存に向けた対立構造を緩和するいくつかの提案を行ったが、諸都府が歩み寄りを見せることはなかった。この直前の1970年1月に東西ドイツ間で不可侵条約を結ぶことを提案したが東ドイツはこれを拒否した。その理由はこの提案に東西ドイツの相互承認が入っていなかったことで、 首都府首相との会談も局面打開には至らなかった。これで西ドイツに近い東ドイツやポーランドとの関係改善と相互理解を深めるにはまず東側のリーダーであるソ連との合意形成がまず必要であると考え、1970年1月28日にソ連のグロムイコ外相との間で両国関係安定化のための予備交渉をスタートさせた。 そして、ソ連との交渉の場でソ連側が出した要求の概要は、まず、ヨーロッパの国境の現状を承認すること、東ドイツを国際法上を承認すること、西ベルリンを西ドイツから切り離すこと、ヒトラー時代のミュンヘン協定の無効化であった。1970年7月27日からは、シェール外相とグロムイコ外相との本格交渉が、 始まり、ヨーロッパの国境の現状承認は、将来の東西ドイツの統一を否定することにつながる、恐れがあったが、現状の国境は不可侵であることを宣言するものの、将来における東西ドイツの統一を排除するもので、ないことが認められた。西ベルリンの地位については1970年3月から、 始まった西ベルリンの地位協定の交渉の場で、双方の主張に配慮することとなった。他の2点は、西ドイツ側も了解しており、1970年8月12日に、ブラント首相とコスイギン首相との間で西ドイツと、ソ連との国境不可侵と、武力不行使を誓ったモスクワ条約が調印された。この条約の第一条で、平和の維持と緊張緩和の実現、 第2条で、武力不幸使第3条で、現存の国境の不可侵が歌われた。このモスクワ条約は後に、東方外交の総合建築とも称されて、まさに、ブラントの東方外交の枠組みを成していた。ワルシャワ月頭のユダヤ人犠牲者追悼碑この石組みの前にブラントはひざまずいて喧嘩した次に1970年12月に、ポーランドとの間で、 相互武力不幸死とオーデル川、内世川をポーランドの西部国境とすることを定めたワルシャワ条約を締結した。これで第二次大戦後に西ドイツ国内で保守派から反対されてきたポーランドの西部国境を承認し、その他の一切の領土についての返還請求権を放棄した。この時12月7日に首都ワルシャワで ユダヤ人越島の跡地を訪ねユダヤ人犠牲者、追悼碑の前でひざまずいて喧嘩し、ナチスドイツ時代のユダヤ人虐殺について謝罪の意を表した。これによって、旧ドイツ東部領の喪失が確定した。しかしブラントにとって、国内で野党の激しい抵抗に遭遇することになった。ベルリン協定もスクワ条約において問題となった。 ベルリンの地位に関する協定については1971年9月3日に4カ国協定として、調印の運びとなった。この協定の締結に際して東ドイツは、一オーデルナイセ戦を含む、戦後のすべての国境の承認、二両ドイツ間の大使交換、三西ベルリンを独立の政治的単位として、同志と西ドイツとの間に叱るべき、 別の関係を持つことを認めるの3点を要求した。一方、西ドイツは逆提案として、一ドイツ民族の統一を維持する義務、二国裁法の諸原則の適用、三相互の領土内の社会組織を変更しない了解、四輪国として、相互協力の努力、五ベルリン及び、ドイツ全体に対する四カ国の権利と義務の尊重、ベルリン内及びその周辺の情勢を、 向上させようとする4カ国の試みの尊重を逆提案した。このベルリン協定においては、西ベルリンの西ドイツ貴族は否定されたものの、西ベルリンと西ドイツの結びつきが承認されて、自由通行が認められた。この時、ブラントの狙いは、ドイツとポーランドの国境線を受け入れる代わりに、ベルリンに関してソ連の情報を引き出すことであった。 必ずしもそれは成功したとは言えないが、西側諸国のベルリンへのアクセス権をソ連が認め、ベルリンとボントの政治的なつながりの正当性を認める一方で、ブラントはベルリンにおける西ドイツの政治的役割を縮小していくことを約束し、将来的に西ベルリンを西ドイツに統合するという望みは放棄した。また、 西側諸国が東ドイツを承認することでソ連は、ベルリンにおける4カ国の役割の継続を認めた。これらは現状を追認しただけに過ぎないものだったが、それでも、この合意は重要な意義を持っていた。1971年12月に西ドイツと西ベルリンとの間の通行を保障するトランジット協定が締結され、1972年5月に、 広範な通過合意が交わされて、そして最終的に1972年12月に、東西ドイツ基本条約が締結されて、東西ドイツが、相互に、相手国を承認し、武力行使を放棄して、相互間の通称と観光の増大を図ることを、合意した。ノーベル平和賞受賞政権発足後2年間での、 東方外交の展開でこれらの功績を挙げたことで1971年にノーベル平和賞を受賞した。10月20日午後にブラントがノーベル平和賞を受賞したとのニュースが連邦議会に伝わり議長が質疑を中断して受賞を報告した際に与党側の議員が一斉に立ち上がって拍手喝采したのに比べて野党側の議員は座ったままであった。 昨にブラントのパーティーに姿を見せた、野党議員はたった一人であった。建設的不信任案否決だが国内では、野党のみならず与党内でも、東方外交に対する批判の声は上がっていた。東側への接近は、共産主義への融和政策であり、アデナウア以降の西側統合を揺るがすものと非難された。また旧ドイツ党部領から追放された。 ひつ法民にとっては、故郷が失われ、共産主義の支配を認めることを意味していた。1972年4月、キリスト教民主同盟、社会同盟は、連邦議会に建設的不信任案を提出し、4月27日に、採決が行われた。西ドイツの基本法では、建設的不信任案が通った場合、首相は議会を解散することができず、 公認の首相にバトンを渡すだけである。この場合、次の首相の指名も、この不信任案に入っており、1972年4月には、ブラントの次期首相に、キリスト教民主同盟のライナー・バルゼルが、指名されていた。事前には可決されるという見方もあったが、わずかに評査で否決された。議員総数496名で過半数は249票。 不信任に賛成が247票で、あと2票足りなかった。そして5月17日に、モスクワ条約とワルシャワ条約の採決が行われて、野党側が、戦意喪失で危険に回り、モスクワ条約は、議員総数496名で、賛成248名、反対10名、ワルシャワ条約は、同じ賛成248名、 反対17名でちょうど半数の賛成で野党側の多くが危険に回ったため白票を踏む僅差で批准された。この間に水面下で与野党の駆け引きがあったが皮肉にもキリスト教民主同盟党首であったライナー・バルセルの計らいが大きかったと後にブラントは高く評価していた。連邦議会解散そして圧勝ブラントとシェール外相。 ブラントはやがて東方外交の仕上げとして、東ドイツとの関係正常化を目指すためには、連邦議会での足場を強化する必要を感じていた。そのために1972年9月22日に、基本法の規定に従い、政府信任案を、あえて否決させて、議会解散に踏み切った。 1972年11月19日に連邦議会選挙が行われ、社会民主党は 45.8%230 議席で、キリスト教民主同盟、社会同盟の 44.9%225 議席を上回り、初めて CD、CSU の合計票を上回り戦後最大の勝利を収めた。自由民主党は 8.4%41 議席で、 連立政権を維持した。東西ドイツ基本条約政治的基盤を強化した、ブラントはそして東ドイツとの関係正常化に取り組んだ。東ドイツをドイツ民主共和国と呼び、一民族二国家論の立場を取った。いわゆる接近による変化で東西間の対話や交流を促進し硬直した、東西関係を改善するために12月21日に、 東ドイツと東西ドイツ基本条約を結び、相互に国家として承認した。ブラントは2国家に分かれても交流を進めることで、ドイツ人としての一体性は維持できると考えていた。東ドイツは外国ではなく再統一への含みを残したのである。東西でタントの実現ブラントとニクソン米大統領、アメリカはこのようなブラントの東方政策を嫌っていた。 それによって、ソ連が西ドイツその他の同盟国に対して有利な取引をすることになるのではないかと懸念したからである。キッシンジャーは回想録の中で、ニクソンと彼が米ソ間のデタントを追求しようとしたのは、一つには、西ドイツ主導でヨーロッパとソ連との間のデタントがアメリカを排除した形で進行し西側ジミエを分裂させることになる。 ことを止めるためであったと述べている。西側同盟国にとって、伝統的なドイツ外交とは、東と西との間を自由に動くことで、ブラントの外交はまさにその再来であった。そして、それが、西側の結束の乱れが生じることを懸念しつつも、当時は、米中関係が、ニクソンショックで劇的に外交関係を結び、米ソ関係もデタントに動き、こうした、 国際政治で緊張緩和の流れが加速していた時期であったので、ブラントの東方政策による東側諸国との関係改善に真っ向から反対することはなかった。このブラント外交は、アデナウアーの西側統合に反することなく、東側との関係改善の突破口が切り開かれて、西ドイツ外交が新たな段階に入ったことを示していた。 そしてその流れはやがて1975年に全欧安全保障協力会議が開催されて、東方政策の成果がヨーロッパ全体へと広がっていった。この時のヘルシンキ宣言に、ブラントの公認のヘルムート・シュミット首相が調印したことで、ブラント外交は完成された。今日、政治学者や歴史学者の一部は、東方外交が、 後の東欧革命やドイツ再統一の基礎となったと評価しているが、当時は保守派の政治家からドイツ再統一を唱える基本法の精神に矛盾するとして激しく攻撃された。以後、チェコスロバキア、ブルガリア、ハンガリーとも国交が回復し、1973年9月には、東西ドイツ双方が国際連合に加盟した。また1973年に、 ドイツの首相として初めてユダヤ人国家イスラエルを訪問している。国内政策ブラントは首相就任直後に我々はもっと多くのデモクラシーに挑戦しようと述べた。そして国内政策の分野では1973年の第一次石油危機による物価急騰で西ドイツ経済も打撃を受けて経済政策では実現したものは少なかったが もっと多くのデモクラシーをスローガンに、行政、教育改革を目指した。その中でも、民間企業における非雇用者の共同参加、共同決定を促す、事業所組織法、非雇用者の資産形成で、税制上の優遇や、企業の支援を規定した、資産形成法、教育政策では、職業教育促進法、 学位取得促進法の制定などで、機会均等を徹底させた。また、児童手当の所得額に関係なく、支給、家族法の改正、刑法の改正、障害、年金、疾病、失業の4部門での保険制度の整備、拡充などで、社会福祉国家としての内実を整えた。そして、国民の政治参加を促す、選挙権取得年齢の18歳への引き下げもいった。 しかし1970年頃からドイツ赤軍など左翼過激派の活動が激化していたため1972年1月に過激派への取り締まりを強化するため過激な組織に所属する者を公務員として雇用を禁止する過激派条例を制定したが社会民主党の党内からも批判が強く多くの若者が非常な厳滅と苛立ちを呼び起こした 後年ブラントはこの条例について弁明に追われ、回想録の中でも事故の見解を正当化している。この1972年9月にはミュンヘン五輪が開催されたが大会期間中に、選手村でパレスチナのテロ組織、黒い9月がイスラエル選手団を襲い、その結果11名のイスラエル選手、コーチと犯人側全員が死亡する事件が起き、 1970年代後半には、赤軍派テロが殺人と誘拐にまでエスカレートしていた。政権内の混乱と、石油危機1972年秋に、連邦議会で圧勝し、12月に、東西ドイツ基本条約を締結して、ブラントの東方外交は、国際的に注目を浴びたが、その後は目立った動きはなくなった。 チェコスロバキアとの交渉は思った以上に長引き1973年12月にやっと調印された。選挙後の第二期内閣でそれまで側近として活躍したエゴンバールは連邦首相府を離れていないが東方問題担当から特任大臣に担ぎ上げられて何らの指揮は任されなかった。ホルスト A 向けは連邦首相府長官から研究。 技術省兼郵政省の大臣ポストに就いたが、首相周辺から遠ざけられた。報道官、コンラート・アーラースも辞任した。選挙後の第二次内閣の組閣に当たった時にブラントは入院していた。そして組閣人事は、ヘルベルト・ベーナー議員団長が取り仕切って、ブラントは病気回復後に受け入れざるを得なかった。第一次内閣でも、 アレックス・メラー財務省は1971年5月に去り、その公認で経済省を兼務したカール・シラーも1972年7月に辞任した。ヘルムート・シュミット国防省は結局ブラントに移留される形で財務省、経済省を兼務する形で残った。この時期のブラントは消耗しきって燃え尽きて疲れきっていた。 エゴンバールは1972年秋の選挙戦勝利が彼の政治生活の頂点であり、そこから岩をなしに加工した、と後に述べている。ヘルベルト・ベーナーとヘルムート・シュミットも、ブラントを支えてきたが、第2期に入ると、この二人との溝も深まった。そして肝心の連邦首相府内が、以前の A 向けは、万事にわたって、 指示を与えられる人であったが、新任のホルスとグラーベルトではその任に耐えられなかった。そして1973年10月に第4次、中東戦争の勃発とともに、産油国の、いわゆる石油戦略で、第一次石油危機が起こり、欧米や日本の経済が大混乱する事態となった。この事態で、先進各国は、国内での経済運営に苦しむが、 西ドイツにおいても、ブラント政権の人気が加工し、さらに外交の分野はともかく経済や財政の政策領域における、ブラントの力量が問われることとなった。1974年に入ると、かつて、ブラントを支持していた労働組合が大幅賃上げの要求を出し、ブラントは、その要求を受け入れた。そのこともブラントには、イメージダウンであった。 直後のハンブルクでの地方選挙でスピードは10%以上の票を失った。ギオーム事件ブラントとギュンター・ギオームそしてブラントを首相辞任に追いやったのが個人秘書であったギュンター・ギオームであった。ギオームは1956年に東ドイツから西ベルリンに難民として入り、フランクフルトで職を得て、そしてフランクフルトの社会民主党党員となり、党所となり、 当議員団事務局長となった。ゲオル・クレーバー交通省の選挙対策事務局長として高い評価を得て、1970年に1月から連邦首相府の職員となり、1972年秋から首相の個人事務所の職員となった。1973年の年初に当時内務省公安局が15年前から傍受し、改名した。 無線通信が業務に関わっていることを突き止め、ギローム夫妻は東ドイツ国家保安省が潜入させていたスパイであるとの確証を持った。しかし、公安局長から憲法擁護庁長官に就任したギュンターノラは5月29日に当時の現社内省に伝えたが証拠となるものがなく、逮捕の決め手がなかったので、なおしばらく様子を見ることとして公安局の監視下に置かれた。 ギオームが監視下に置かれたことは、翌日ブラントに、現社内省から伝えられたが、ブラントは、深刻には受け止めなかった。なぜなら、東ドイツから難民として、西ドイツへ移ってきた人々に対しては、しばしば浮上する、疑いの要素であることを、ブラントも理解しており、無視することにしたからであった。そしてほぼ一年が過ぎた1974年3月初めに、 この関係資料が連邦検察官に渡り捜査を続けている中で4月24日にボンの自宅を捜査官が訪れてギオームと妻クリステルは逮捕されたこの時にギオームは捜査官に対し私は東ドイツの国家人民軍将校で国家保安省の職員でもある将校としての私の名誉が尊重されることを望むと語ったブラントにとっては 手滞打撃であった。しかし当時東ドイツ国家保安省次官で、シュタージの対外情報部門の長を30年以上、務めたマルクス・ボルフは、ドイツ再統一後に、ギオームを、西ドイツ首相の間近に置いたことなどは東ドイツ、秘密警察の行動計画の結果ではなかった。一国のトップの人物近くに、疑念の濃厚な人物など止め置いたことなど決してない、と述べている。 連邦首相辞任、ヘルムート・シュミットとブラント・ブラントは、ギオーム逮捕と共に隕石辞任し、当時は責任を取ってと見られていた。しかしギオーム逮捕直後の5月1日、当時現社内省の副審だったクラウス・キンケルが、ブラントに示した、連邦検事局長官から内省に当てた手紙から、検事局が、首相の私生活に関する情報収集を行い、 ブラントの女性関係を問題にしていたことがブラントにとって通劇となった。ブラントには在任中に女性問題やアルコールに関する噂が絶えず、それを野党やメディアに激しく攻撃されて健康状態を悪化させるほどの精神状態になっており、のラウ長官にとってはこの女性問題と首相の傍らに東側スパイがいたという二重のスキャンダルの深刻化を恐れていた。 そして1974年5月4日に、ボン・コウでの党指導部の会合の折に、ベーナーに厳しく叱責されたブラントは5月6日に、ハイネマン大統領宛て辞表を提出した。スパイ事件との関わりで不注意のあった、政治的責任を取る旨を記していた。そして財務省のヘルムート・シュミットに、連邦首相の座を譲った。ストックホルム。 ビリー・ブラント公園にあるブラントの銅像首相を知り添いた後もブラントは社会民主党の党首として影響力を保持した。健康状態の悪化もあり1987年に退任するが、その際、希望後継者に当該のジャーナリストを指名して党内から批判の声が上がった。退任と同時に終身名誉党首に選出された。社会主義インターナショナル議長一方、 国際的な活躍も目覚ましく、1976年には、社会主義インターナショナル議長に就任した。1979年から1983年まで、欧州議会議員を務め、1977年には、世界銀行総裁のロバート・マクナマラに、南北問題に関する独立諮問委員会の長に任命され、1980年に、 ブラントレポートを発表した。またフィデル・カストロ、ミハイル・ゴルバチョフ、ト小ショウヘイ、エリッヒ・ホーネッカーなど共産権の首脳と会見し、緊張感は、平和推進に尽力した。1990年の湾岸危機の際にはイラクに乗り込んで、サッダー・ーム・フセインと自家断搬、人間の盾として、人質となっていた194人の在留ドイツ人を解放させ、 ドイツに連れ帰った。ベルリンの壁の崩壊1989年11月9日に、ベルリンの壁が崩壊した日、ブラントと3人目の妻であるブリー・ギッテは、ウンケル市に建てた家の引っ越し作業で疲れたため早めに、床についた。この日の夕方に行われた、東ドイツの記者会見の模様は知っていたが、全くその後の壁の、突然の崩壊は知らなかったという。 そして早朝に電話のベルで起こされて緊急にインタビューをしたいとジャーナリストが申し入れた時に知らされた。そして急ぎイギリスの軍用機に乗ってベルリンに向かった。まだこの時代は西ドイツ機で西ベルリンに飛ぶことは許されていなかったのである。そして西ベルリン視聴者前の広場での集会に参加した。この集会には昨夜ポーランドから急遽西ベルリンに 飛んできたヘルムート・コール首相、ハンス・ディートリヒ・ゲンシャー外相、バルター・モンパー市長、ユルゲンボール・ラーベ氏会議長らと共にブラントは、演壇に立った。そして検問所を通って、東ベルリンに足を運んだ。翌年年間のドイツ再統一がなると、ブラントは、連邦議会に首都ボンからベルリンに移転することを、定義し、議決された。私生活、私生活ではブラントは、 1941年に、ノルウェー人女性、アンナ・カルロータ・トルキルゼンと結婚し、カズメを設けたが、1943年に別居し、1948年2月に、正式に離婚した。その後に、戦時中から親しくしていた、ノルウェー人のルート・ベルガウストと、結婚、三男を設けた。32年の結婚生活の後、1980年に、ルートと、 離婚、1983年に、歴史家のブリギッテ・ゼーバッハーと再婚した。死去ブラントは1978年に、最初の心臓発作を起こし、一時政治活動を休止したが回復した。1991年、腸に、ポリープが発見され除去手術を受けたが、がんの転移が多臓器にわたっており、翌年再手術を受けた時はすでに手遅れになっていた。 残された時間を家族と過ごすために退院して、ウンケルの自宅に陰性した。そこを、前年の末に、連邦崩壊によって、ソ連大統領の地位を追われたゴルバチョフが、予告なしに訪問したが、本物と信じなかった妻により追い返されたという、エピソードがある。それから1月後の1992年10月8日午後4時32分、ブラントは3番目の妻。 ゼーバッハーに見取られて息を引き取った。連邦議会はブラントの国葬を決定した。ビリー・ブラントは傷つきやすく神経質で争いを好まぬ人であった。人を知る能力も彼の得意ではなかったという。しかしもったいぶらず低調な姿勢でウィットある素質を持っていた。そして上昇思考が強く野心的で大きな望みを持っていた。だが彼は 青少年時代から、たびたび政治的にまた個人的に敗北を繰り返した、こともあり、政治家としては、何十年と、性的からの中傷に耐え抜きながら、神経をすり減らし、首相になった頃には、心身ともに疲れ果てていた。首相就任時は、まだ大丈夫であったが、1974年春には、本当のところ私はヘトヘトであった。と後に語り、 自分自身のことで苦悩していた。また生涯にわたって孤独な人であった。東方外交の交渉役であった副審のエゴンバールは、うちにこもる人であった。個々の人たちに心を開くことは滅多になかったと、語っている。連邦首相府のホルスト A 向けは、彼が沈み込む時には、いつも完全な方針状態で思いがけなく怒る、一人でいる、ことがよくあり、 数日の間は家に伏せって周囲とのコミュニケーションを取らないこともあったと20年後に語っている。自由民主党党首で外相そして後に大統領となったバルター・シェールも同じような見方を示しているが、シェールはブラントの複雑な性格を理解し次第に友情のような感情を抱いた数少ない一人であった。本当のブラントは 人との交流や緊密な関係を求めていたが、自分の心の奥底を誰にも見せたことがなかったと言っている。そして一方では、ブラントはとことん誠実で言葉を交わすだけで十分で、文書による申し合わせなど必要でなかったと述べている。シェールは、また、あなたのような構造の男を、政府のトップまで押し上げたのは偶然の異常な積み重ね以外の何者でもないと、 直接ブラントに語ったという。ブラントを間近でカメラで追っていたカメラマンのロベルト・レーベックは、この頑固で気真面目な社会民主主義者の評価はかなりオーバーだ。誰も彼も大きなビジョン家でリーダーだと思っていたが、ただ彼自身はそうとは思っていなかった。彼の謎めいた内向的な性格は、彼の支持者の大きな期待に対する防護壁の役割を果たしていたと語っている。 現在、ベルリンにあるスピードの東本部ビルはブラントを記念して、ウィリー・ブラント・ハウスと名付けられている。また、ドイツの各都市にはほとんどと言っていいほどブラントの名を冠した通りがあり、国外ではポルトとリールにもある。ブラントの名を冠した政府系財団もあり、2020年開業予定のベルリン・ブランデンブルク国際空港にもブラントの名が付けられた。 また、ブラントの死後から2002年まで流通していたに、マルク効果の理面にも、ブラントの肖像があしらわれていた。ありがとうございます。